ちは皆さん、今日は金曜日、今ね朝なんだけど、なんかちょっと赤いよね。設定なんかどうにかしちゃったのかな私。まあいいや。ね、今日金曜日で朝ね、ナーサリーに行ってきて。ナーサリーっていうのはおっぱいあげるナーサリーみたいなあるじゃんか、育てるっていう意味ね。でそのプラントとか、そのお花とかそういうとこ そういうのを売ってるところをナーサリーっていうんだけど、今日その、気になってたね。おお、careful! Your right hand? I'm okay! Big boy!今日ね、ずっと気になっていたワイマラロにあるナーサリーに今日行ってきて、てかさっき行ってきて、で今、ここに泊まってます、ビーチで。あそこに見えるの、上に多分これ見えるのが、何個か前のビログで私がハイクに一人で行ってたのね、ハイクに。でその展望台マカプの、ライトハウスがあそこです。フローリー、 don't go too far girl、 don't go too far girl、 honey come back please、 okay we go together right、 we go together honey、 okayなんか今2月の頭なんだけど、2月の何週目、今週末がバレンタインだから2週目とかかなんだけどね、もうなんかすごいいきなりなんかこうここ数日暑い真夏みたいな感じ。あれよ、朝とか夜はさ結構立派に寒いんだけど、このぐらいの時間帯になるとなんか普通に全然暑い。今日はタオル持ってこなかったから濡れないで、ちょっとこうちょっとハイクっぽいね、子供には。これは多分あれだよね、火山のあれだよね、火山でこうなってるんだよね。アピ、Florence Rose, come back here. Florence Rose, listen and come back here, please, now. No way. Please come back over here. Florence, I don't
I love this song.石の上運転するの疲れる。この自転車段階性じゃないから、ずっと一定なのよ。軽くなったりとかしない。石投げないよ。投げないエリセン、投げない。帰ってきました。昨日ね、昨日私、うちのお姉ちゃんが
電話してきてくれて、久しぶりに電話したんだけど、何時間喋ってたか分かんないんだけどさ、私ディナー作ってた時に電話来たので、ディナー作りながら電話してたんだけど、ディナー作りながらワイン飲んでたんだよね私。それでさ、まあ、作りながら作り終えて、でずっと電話してるじゃない。でさ、その後もさ飲み続けてたらさ、最終的に私どういう風に電話を切ったかも覚えてなくってで、私はもう本当に朝気づいたらベッドで寝てたっていう状況だったんだけど、別にうちの姉ちゃんは飲んでたわけではないわけ。うちの姉ちゃんは多分あっちが何9時とか夜の10時とかそんぐらいだったのかな。それでさ、私が飲んでたあのワイングラスが見つかんないのね朝起きてとりあえずシャワーしてさ、で家の中探したんだけどないので、壊れたかなとか思うじゃんあのゴミ箱にもないわけ。どこ行ったのかなと思って、しかもさ、おトイレの中でギロギロしたらしくって、昨日私うちの旦那が全部あの助けてくれたらしくって、それでその後ゲロゲロした後になんかまあ床でこう寝てたっていうか横になってたらしいんだよね。そしたらさ、うちの娘がダーディーマミーイッツデッド What are we gonna do? って言ってたらしくって、ママ死んじゃったよどうするみたいな超ウケる子供って本当に。なんで私あんなに飲んだんだろうねえ。まあいいや、とりあえず後であかりさんに確認してみる、どういう風に電話切ったのか。なんかフローレンスが私の電話を取って、でうちの姉ちゃんと話し出したんだよね。多分それで私はこうフェードアウトしたのかなその後よくわかんないけど、ちょっと後で聞いてみるけどさ、そう、今朝はですね、子供たちを学校に送ってからエリソンと一緒にサイクリングに行ってきました。あのね、自転車と赤ちゃん乗ってるやつあるじゃん、あれね、この間買ったのよ。超嬉しいんだけどあのね、ずっと自転車、私の自分の自転車欲しかったの。子供にはみんな3人とも自転車買ったんだけど、自分のやつも欲しくってさ、やっと買ったから超嬉しいと思って、で、そう、今日は今朝サイクリングしてきて、軽くもう毎日使ってるんだけど、あれで、その後にね、ワイマナロにあるエッグファームがあるのよ。ね、名前がね、ここです。ここで、ちなみにこれ手書きで、なんだっけ、いつ空いてるか書いてくれてるんだけどさ、変わったりのするのかもしれない、シーズンによっては。だけどとりあえずこういう感じのなんだっけ、スケジュールらしいんだけど、私の友達と前ね、卵の話してたわけ。したら私がコストコの卵買ってるって言ったの。コストコのオーガニックの卵買ってるって言ったら、あんま美味しくないでしょって言われて、でよく考えてみたらさ、そうなんだよね。オーガニックといえど、なんていうのかな、あんま分かんない、うん、で、友達がハワイ産の、卵買ってみみたいな、すっごい美味しいよって言って教えてくれて、でそれでさ、それからそのハワイ産の卵をさ探すんだけど、なかなかなくって、スーパーとかにも売ってないんだよ。で、やっと見つけたと思って、それがファーマーズマーケットだったんだけど、私が行くファーマーズマーケットにね、卵売ってるところがあるんだけどね、毎回行くたびに来るのが遅いとか言って、もう売り切れてるわけいつも。で、そのためにじゃあ次また早く今度は来るって言うんだけどさ、その毎回行くとどうしても子供を準備させたりとかするので、いつも遅れちゃって、で卵のとか行くと、あ、もうまた売り切れてみたいな感じなんで、卵が食いたいハワイさんだと思って、でね、いろいろ調べてたら見つけたわけなんです。やっと見つけたって感じだったの、私的には。
で昨日行ったんだよ。そう昨日行ったの。そしたらキャッシュしか受け付けないって言われた。私その時キャッシュ持ってなかったから、じゃあ明日また来るって言って、で今日やっと手に入れてきました。これ全部で19ドルだったわけね。あのこのバナナと、これはバナナ、エディソンがめっちゃお腹空いてたから、家にたくさんバナナあるんだけどすっげーお腹空いてるとか言って泣いてるから、とりあえずこのバナナ買おうと思って。これちなみに2ドル50セントって書いてあるね、ここに2ドル50セントあったので、あと大根があったんだよ。でこれを煮つけようと思ってそれで買ったので、この卵、これはね何ダズンあるんだろう、2ダズンとハーフだから、まあ、たくさんあるってことね。2612じゃん。30個入っております、ここに。うん、で、まあ、全部で19ドルだった。うん、なんだけど、私ね、聞いたんだけど、売られてる卵って、お店とかに売られてる卵あるじゃん。あれってさ、その、産んで、鶏が産んでから何週間も経ってるんだって。で、店に。並ばれてるらしいの、ね、だから全然フレッシュないわけで、それだったら自分の家に鶏を飼って愛情注ぎながらこう毎日さ産んでくれるのに感謝して食べるのがこう理にかなってるじゃない。だから鶏飼いたいなと思ってたんだけど、うちが今住んでるとこ貸し屋なわけよ、借りてるのね。こう鶏を飼う出せてはくれないんだよね。そうだから、まあいつかねできたら鶏を庭で飼って、でその愛情注ぎながらさ、あの飼ってね、でそれで産んでくれる卵をいただくっていうのがすごい一番なんつうのかな、いいなと思ってるんだけど、とりあえず今はさ私買わないといけないから、そう買ってきたんだけど、すごい楽しみです。